今回からですね、ちょっとねヘルメットの中の構造を改定しまして、インカムのね、利用頻度が高くなってきましたので、おかげさまでマイミクさんとも、頻繁に一緒に走ることになったりとか、今後ねちょっとインカムの音声も撮りたいっていうことで、この声を取る部分の口元のマイクと分岐させて、耳のイヤホンのところにね薄型のマイクを、仕込みました。なんでねこのビーコムのね起動音が結構鮮明に取れたんで、ちょっとこの方法でねしばらく試してみたいと思いますけどもまあこの前のねマイミクさんとのナイトツーリングで男2人でねイルミネーションを見に行ったわけなんですけど、その時にインカムの話になって、電話がねつなげられれば、LINE の無料通話でグループ通話とかもできるし、それさえあればインカムいらないじゃんみたいな都内で走る分にはね電波が届くところに関してはもうインカム、高いインカムとかいらなくて、電話の音声通話さえできれば LINE のグループチャットみたいなやつ、グループ通話みたいなやつでいくら離れてもねできるっていう、すごい優れもののインカムに変貌するという話をちょっとしてたんですけども、確かにそうなんですよね。せっかくこれね、ビーコムのインカム、これ僕だったかな、買ったんですけど、いいところはこのね、SF チックな起動音声、女性オペレーターの SF チックなやつ、これぐらいしかちょっと魅力が、ない状態なんですけど、まあ山間部とか行った時にね、携帯の電波が届かないところなんかは、それはもちろんインカム同士でつないでないと通話はできなくなってしまうので、まあ全く意味ないということはないんですけどね、都内メインで使う方なんかには普通の安い音声会話が使えるねやつで十分なんじゃないかなとちょっと思いましたね。まあちょっとこんな感じでね、インカムの音も拾っていきたいなと思っております。タバコライダー。ですね、チャンネル登録者さんの数なんですけど、おかげさまでですね、300人を、突破することができまして、本当に皆さん、見ていただいて、それで登録もしていただいてありがとうございます。ものすごく嬉しいですね。最初はね本当にこういう独りよがりなね動画をこう配信して見てくれる人なんているのかななんて思ってたんですけど、自分自身もねこういう元ブログをやるようになって、さまざまなねコミュニティのところに顔を出したりとか、僕自身ねすごく広がってですね、バイクライフが、とてもね嬉しいですね。それの結果として、いまだにねその納車の動画とかで、もう一月ぐらい経ってるんですけど、コメントが入ったりとかするのを見るとですね、本当に動画配信しててよかったなって思います。こんな拙い動画ですけども、
あの見てくださってる方にはもう本当に感謝感謝で、ありがたい気持ちでいっぱいでございます。今後もですね、バイクから派生した何かっていうことを、キーワードにですね、バイクが関わることなら何でもっていう形で、動画の方もね配信していきたいと思っておりますので、ぜひね今後ともよろしくお願いいたします。番組チャンネルのね登録者さんの数が増えると非常にこちらのね編集の作業の手っていうのが、勢いが増すというかですね、こんなことしてみようかなとかですね、設備投資でですね、こんなことやったら面白いんじゃないかなんていうことも頭の中でふつふつと湧いてきたりとかね、動画のこう、幅が広がることにもつながりますのでね、ぜひとも今後とも、登録者さんがね増えるために嬉しい思いでいっぱいでございます。予告としてですね、今後、もう今年もねほぼ終わりかけてますけども、ドローンね、実はもうちょっと手を出してしまいまして、ヤフーオークション、某ヤフーオークションでですね、私もですねアンテナを立ててまして、ドローン警戒網のレーダーにですね引っかかった商品がありまして、非常にいい出物があったんで実はポチってしまいました。ちょっと飛ばせるところがね都内だとやっぱ限られてるんで、飛ばすスポットからちょっと探してですね、順次ですね、ドローンの多分操縦の練習もしなきゃいけないと思うんで、ちょっと準備しながらになりますけどね、上げていきたいと思います。はい、それではね、いろいろとドローンとかもね、考えてやっていきたいなとは思っておりますけどもね、バイクに関わるねネタが、ありましたらどんどんねアップしていきますんで、また動画でお会いできればと思っております。それではまた、皆さん動画でお会いしましょう。ではI ain't.